後藤博士大木、後藤博士大木、後藤博士大木、1979年6月25日台、は、日本の男性プロレスラー、新日本プロレス所属、三重県桑名市出身。三重県桑名市立甲府中学校時代は、ソフトテニス部に所属していた、三重県立桑名工業高等学校出身、柴田勝頼とは、同級生であり、柴田と共に、 レスリング部を立ち上げた。国士館大学へ進学後、レスリングで上位入賞を果たす。大学時代の後輩に伊藤昭彦、先輩にプロレス同期入門の山本昭二現、吉達がいた。大学卒業後、2002年に新日本プロレスに入団する若田を脱臼し、一旦新日本を退団。後藤も柴田の家に候して病院に通い、 リハビリに勤めた後に新日本が経営する、東根ショップ名古屋店閉設道場でトレーニングを重ねた後の2002年11月、新日本に再入団を果たした。2003年7月6日の岐阜産業会館における、田口隆介戦でデビューした。同年には、デビュー戦で対戦した田口徳美、邪道、下道と E 和グップジュニアタッグ王座決定戦を争うなどタッグで活躍したが、 2004年のヤングライオン杯では、その田口に敗れ、涙を飲んだ。2005年ヤングライオン杯で、前年の雪辱を果たし優勝する。4月に CTU に加入すると、後藤も天然ボケキャラを見出され、先輩の重心サンダーライガー、ジャドー、ゲドーラを差し置いて、リーダーとして、形の上だけ活動。5月には、田中実と組んで、金本 井上渡る組から、e、イワングップジュニアタッグ王座を獲得。エルサムライ田口組に敗れるまで3度の防衛を果たした。12月の、夢勝ちますでは、棚橋博士の持つイワングップ U-30、無差別級に挑戦するも敗れた。2006年の4月と5月にそれぞれ記念、遠征。8月には、メキシコへ無期限海外遠征に出発する。年に髪を伸ばし、 今の様子に変貌。同年3月4日には、ウルティモドラゴン、タジリラが参戦した、登竜門、メキシコ自主工業で行われた8人、参加トーナメント、ヤマハカップムイ、インターナショナルジュニアチャンピオンシップトーナメントで、ショッカーを破り、22年ぶりに復活した、ムイ、インターナショナルジュニア王座に再冠した。それまで 91kg だった体重を、 同年の6月に 103kg まで増量。8月26日、ラストオブ CTU 工業で外戦帰国予定だったが、棚橋の欠場を受け日程が前倒しとなり、8月25日の大会で外戦試合を行った。10月8日、かつて月人を務めた天山広吉と対戦、大流血の末に、後藤も必殺の焦点で勝利を収める。 この試合で、後藤が繰り出した変形バックブリーカー、後に、牛殺しと、命名で天山は軽椎を負傷、長期欠場に追い込んだ。11月11日、ディストラクション07にて、棚橋が保持するイーワグップヘビー級、e、王座に、初挑戦するが敗北した。1月4日、レッスルキングダム E にて、7年8ヶ月ぶりに、 新日本へ降臨したグレート、ムッタと初遭遇を果たすが、ムッタのムーンサルトプレスであえなく敗戦。3月に行われたニュージャパンカップ以降、NJC では1回戦から棚橋と対戦するが、敗北を喫した。8月 G1 クライマックス以降 G1 に初出場。開幕前に初出場、初優勝を狙いますと発言し、注目を集めた。 初戦の川田俊明戦は敗北するも、その後は白星を重ね見事決勝進出を果たし、17日の決勝戦では、マカベガタナギと対戦。後藤も、マカベラ GBH メンバーの介入や、イス攻撃などにより、流血を追いながらも、最後は焦点、改めて勝利した。なお、後藤は、史上最短キャリアでの G1 優勝という新記録を打ち立てた。 8月31日、イーワグップベルトの奪還を目標に、敵地のリングに赴き、全日本プロレスでは、史上二度目となるイーワグップヘビー級王座が行われ、王者、武藤刑事に挑戦した。しかし、武藤のムーンサルトプレスで敗退し、奪還に失敗した。その後、新壁ベアンド、矢野2が生じするイーワグップタッグ王座に的を絞り、9月5日に、中村とタッグを組み挑戦。 ところが、試合終盤、同じライズメンバーだったはずのジャイアント・バーナードと、リック・フーが乱入し GBH と決託。最後は、新壁のキング・コング・ニードロップを受け惨敗した。試合後、後藤は GBH 勢と、バーナード、フーラーに袋叩きされるも、救出に駆けつけた棚橋と握手を交わし本体と共に、打倒、GBH をアピールする。10月13日、 ディストラクション08にてバーナードと一騎打ちを行うが敗北を喫した。1月4日、レッスルキングダム E にて中村と共にプロレスリングノア、ノア対抗戦に出陣。三沢光春杉浦隆史組と対戦した。最後は中村が杉浦を飛びつき支給で必死に逆十字固めで捕獲しタップを奪った。3月に行われた NJC では カール・アンダーソン、中村、長田博史に勝利し、決勝戦で、バーナードを変形腕固め、昇竜結界で、ギブアップ勝ちを収め、昨年の G1 優勝に続き春夏連覇を果たした。5月3日、レスリングドンタクと冠が付けられ、3年ぶりに、開催した福岡国際センターで、NJC 覇者として棚橋とイワグップ、ヘビー級王座をかけて対戦したが、 ピンポール負けを喫する。5日には、岡田和地下と組、ノアの杉浦青木敦史組との対抗戦を行う。最後は岡田が杉浦のオリンピック予選スラムでコーチン。その後、6月20日のドミニオン6.20で杉浦とのシングルマッチが組まれたが敗北。8月の G1 公式戦で再び対決するも惨敗した。またこの敗戦で予選リーグ落ちとなり、 G12 連覇の夢がついえた。その後、01の田中正人と構想を展開。11月8日、ディストラクション09にて、田中とのシングルマッチを行うも、スライディング D でピンホール負けを喫する。12月5日、愛知大会で、再び田中とシングルで対戦。勝利を収め、対戦成績を5分に戻した。1月4日、 レッスルキングダム4で杉浦と GHC ヘビー級王座をかけて対戦するも足首固めで敗退。3連敗を喫した。2月にはハードコアルールで再び田中と対戦。エルボパッドに鉄パイプを仕込んだスライディング D を喰らい敗北。3月の NJC では前年度優勝者だったことからシード権を獲得し出場。初戦は高橋博士二郎。 準決勝で田中を撃破し、決勝戦で新壁と対戦。これに勝利し NJC に連覇を達成した。4月4日、中村の保持するイーワグップヘビー級王座に挑戦するも敗北した。その試合終了後に、バックステージでコメントを発表しているところに、田中が現れ、再選を要求された。5月3日、レスリングドンタク、田中と4度目の対戦を観光するもラリアットの 相打ちで、両者、KO という結末で終わる。6月19日、ドミニオン6.19にて、再度田中とのシングルマッチが行われ、ピンフォール勝ちを収めて、構想に終止符を打つこととなった。10月11日、ディストラクション10で中村に勝利し、e ワウップ王座挑戦へ名乗りを上げるが、e ワウップ王者の小島聡氏は中村を逆指名した。 半林直樹社長は後藤を直挑戦者に推するも、小島は拒否し続け、結局会社側が小島への指名を飲み込み、中村が直挑戦者に決定した。一方で、後藤は同じく同在挑戦を表明した、棚橋との直挑戦者決定戦に臨んだが、棚橋のハイフライフローで敗退した。2月20日、ザニュービギニングで、後藤が、 イーワーグップヘビー級ベルトを体感していない事実に、対してあんたは、新日の四天皇にふさわしくない。と発言し、真っ向から後藤を、全否定した内藤哲也と対戦。内藤から焦点、改めてピンホールを奪い実力を示した。その後、三連覇達成を目指し NJCE に出場するも、中村に敗れ、初戦で敗退。後藤の三連覇実現は、 失敗に終わった。3月20日に棚橋とのタッグで組まれた試合、対戦相手は小島、MVP 組で、ラリアットが棚橋に誤爆。口論になった末、棚橋に対してヘッドバットを見舞い、試合を放棄した。23日より CMLL に遠征。現地でウルティモ・メレーロの保持する CMLL 世界ヘビー級王座に挑戦し、ベストバット級の試合を見せる。 5月3日のレスリングドンタクに合わせて帰国、後藤も黒バカマ姿に身をまとい、新、入場曲に乗りたまトンガをパートナーにプロレスリング、ノアの杉浦&、橋誠組と対戦し、焦点、改めて橋から3カウントを奪った。さらに全試合終了後、E1 ウップヘビー級王座を所持する棚橋に対して、ヘッドバットを見舞い挑戦を表明する。6月18日、 ドミニオン6.18にて棚橋とのイーワグップ、ヘビー級選手権試合に挑むが敗北した。この試合終了後に、ジャイアント・バーナードが、棚橋のイーワグップ王座へ挑戦を表明した。一方で、棚橋が交換条件として、バット・インテンションス、バーナードカール・アンダーソンが保持するイーワグップ、タック王座に挑戦を表明する。するとアンダーソンが、フィーズ・イアパートナー。 お前のパートナーは誰だと質問を投げかけ、棚橋は会場の後藤コールに乗っかる形でパートナーを後藤に指名。後藤も互いの遺見を生産し、棚橋とタッグチームを結成した。7月3日、後藤は棚橋とのタッグで E1 ウップタッグ王座に挑戦するが、ダッシュするには至らなかった。11月12日、パワーストラグルで、 田中が保持するイーワグップインターコンチネンタル王座に挑戦するも田中のスライディング D で敗れた。試合終了後、後藤はノアの杉浦に対してあいつに借りを返す。というコメントを残し1年越しのリベンジを誓った。1月4日、レッスルキングダムバイにおいて杉浦と一気打ちを行い、焦点、改めてピンホール勝ちを収めついに杉浦から初勝利を収めた。 2月12日、ザニュービギニング大阪府立体育会館にて、田中の所持するインターコンチネンタル王座に再度挑戦。勝利を収め、ヘビー級に転校してから、初の王座ラッシュとなり、第3代イーワグップインコンチネンタル王者に、退官した。4月、NJC では、高橋、ラスオンブラ、新壁を破り、迎えた田橋との優勝決定戦で焦点。 改めて初めて棚橋から勝利を収め、三度目の優勝を遂げた。5月3日、レスリングドンタクで NJC 優勝で得た e ワグップ王座挑戦権を行使し、e ワグップ王者の岡田和地下と対戦するも敗戦した。7月22日山形大会で中村に敗れ、インターコンチネンタル王座から陥落した。しかし8月の G1 で中村と再戦し、 この試合に勝利する。10月8日、キング・オブ・プロ・レスリングで、同王座をかけた、リターンマッチを観光するも、中村のマイエで敗北を喫した。11月20日より開催された、ワールドタグリーグで、後藤は、カール・アンダーソンとのタッグ、ソードガンズで出場、4勝2敗で、決勝トーナメントを通過し、12月2日、愛知大会の準決勝で、天校時、 天山小島組を下し決勝で、KES、ダンスアーチャーデビーボーイ・スミス・ジュニア、組と対決。試合はアンダーソンがスミスからピンフォール勝ちを収めて優勝を果たした。2月3日、後藤は昨年8月よりフリーランスとして新日本にスポット参戦している柴田に対戦を要求。その後、幾度かタッグマッチで柴田と交戦。5月3日、 レスリングドンタクで初めてシングルマッチで激突する。試合は両者による張り手の相打ちでダブルノックダウンとなり引き分けとなった。6月16日ドミニオン6.22で再びシングルで対戦したが柴田の PK を喰らいピンホール負けを喫した。8月 G1 クライマックスに出場するも7日の仙台大会における棚橋戦で張り手を喰らった際に 顎の骨を骨折し、休場することとなった。8月12日に手術を受け、18日に退院。その後、リハビリ生活を経て、12月8日、愛知大会のリングに上がり復帰を発表。後藤は復帰戦の相手として、柴田を指名した。1月4日、レッスルキングダム8の舞台で、柴田勝頼を相手に復帰戦を行った。試合は焦点。 改めてピンホール勝ちを収め、柴田から勝利をもぎ取った。試合後には二人で肩を組んで退場していき、その後意気合し、タックを結成した。12月、ワールドタッグリーグでは、柴田と組、B ブロック1位通過。決勝で、アンダーソンドクギャローズ組を破り、優勝を果たした。1月4日、レッスルキングダム級で、 アンダーソンギャローズ組が保持するイーワグップ、タック王座に柴田と挑戦し、これに勝利。第65代王者組に退官したが、2月11日、ザニュービギニングに大阪で全王者組とのリマッチに、敗戦し、王座から陥落した。5月3日、レスリングドンタク2015にて、中村信介の保持するイーワグップ、インターコンチネンタル王座に挑戦。戦前、 透明人間などと挑発されながらも、最後は焦点、改めて勝利。約3年ぶりに、同王座をダッシュした。7月5日、ドミニオン7.5イン大阪、ジョホールでは、中村のリマッチを尻け初防衛に成功するも、8月の G1 公式戦では中村にギブアップ負けを喫した。9月27日、ディストラクションイン神戸で、インターコンチネンタル王座をかけて、再び、 中村と対戦するも敗れ、王座陥落となった。1月4日、レッスルキングダム10で、内藤とシングルマッチで対戦。戦前、キャプテンクアナ、などと挑発されたが、最後は昇点、改めて勝利を収めた。翌日、後楽園、ホール大会で、岡田が持つイーワングップヘビー級王座に挑戦を表明。しかし、ここでも挑発される始末だった。 2月11日、ザニュービギニングに大阪にて岡田と対戦。後藤も全身に、社教のペイントを施し、コスチュームも従来の黒から白に変えて臨んだが、岡田のレインメーカーで敗北。試合後には、岡田の所属するカオスへの勧誘を受けたが、応じなかった。3月、NJC では、決勝で、内藤に敗れ準優勝に終わったが試合後、 ロス・イン・ゴベルナブレスに襲撃されたところを岡田が救出した。カオスに再び勧誘され、正式に加入した。8月 G1 クライマックス26に出場。最終公式戦で丸富士制度を下し、A ブロック単独首位で予選突破を決める。14日優勝決定戦でケニー・オメガと対戦。激闘の末、最後は、 変欲の天使でピンホール負けを喫し、準優勝に終わった。10月、オメガとの1.4東京ドームの権利賞をかけて、戦い、後藤も、熱戦の最中焦点、改めや、なだれ式回転を決めたが、最後は、オメガの変欲の天使を決められ敗戦した。だが、この試合は、ベストバウト候補だと話題になった。1月4日、レスルキングダム11で、 柴田とシングルマッチで対戦。戦前、今の軍団で楽しいか、などと挑発されたが、最後は GTR で勝利を収めた。第15代ネバー無差別級王者に退官した。2018年8月12日、日本武道館で開催された G1 クライマックス28には唯一日本人のシングル王者として11年連続11度目の出場となったが、 B ブロック予選を3勝6敗、勝ち点6で敗退と振るわなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。